とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ここ、行きますね。ハイブロックホールのデイリーチャレンジです。報酬は、アーティファクト。ここは、こんな感じですね。花火、羽、キノコ、メダル、ですね。全部確か中途半端だった気がする。羽はね、255持ってたんだけども、他が253とかなんだよね。まあ、とにかく何が出ても嬉しいやつなので、255を目指してやっていきましょう。行くぞ！それでは行きまーす。特に問題ないですね。モブ速度は上がって、雲に置き換わる。で、プレイヤーが成長を持ってるっていうやつですね。問題なくクリアできるのではないでしょうか。まあ、いつも通り無限ダイナモで、やっていきまーす。危ない。まあまあまあ楽勝だよね。ここは基本的に、キャプテンは6体全部いると思うので、まあ、探しながら行きますよ。うん、ここぐらいだったら全然倒しながら、まあナイトモードが出なければいいけどね。あれが出るとちょっと、最後の強制戦闘がめんどくさくなるかな。ナイトモード以外でお願いしますよ。はい、強制戦闘1回目来ました。ここ結構ね、長く出てくるから嫌いなんですよね。なので、俺はちょっと外に出て、1分ぐらい待ってから突っ込みます。そうするとある程度出てるので、倒すのが楽なんですよね。ちょこ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 出てくると、ダイナモが切れる心配があるので、一応俺は1分ぐらい待っていくようにしてます。ある程度出たかな？いいかな？あ、結構出てる。OK。これぐらい出てきてくれると嬉しいっすね。はいはいはい。あとは、固まってるところに打ち込んでいくだけ。じゃ、ちょっとこれ段差があるね。でも結構いっぱい出てきてくれるから嬉しい。なんかついてる？大丈夫ね。たまにね、やっぱり変なエンチャついてるやつがいるんで、そこだけは注意していかないとね。 OK、 あ、まだか。これで終わり。しゃあ、ちょこちょこ倒すよりも俺は一気に倒した方が楽で好きかな。地下道着きました。いるよね。ちょっと待って、ここえらいこっちゃだな。まあいいか。あ、なるほど、風使いがいるわけね。めんどくせえなあいつ。よし、オッケーオッケー。風使いかい。なんかノックバックしたなと思ったら、何、クリーパーに変わる。あー、まあまあいいか。移動速度の速いクリーパーってなかなか脅威なんだけどね。でも速度 30% だからまだマシかな。 90% アップとかになるともうすごい速さでやりに来るからね、あいつら。あぶね。で、どっち、まっすぐ、あ、ここだな。いたね。じゃ、オッケー。なんだ、プレイヤーダメージ 20% 減少。まあ、マイルドなやつがつきましたな。あと3体いるかな。あー、いそうだね。多分いてくれる。まず、頑張れ。はい。どうだ？プレイヤー HP 60% 減少。きついね。ははは、きつい。でも、ナイトモードが出なくて、あ、ほんとよかった。あれが出なくてほんとよかったよ。あ、やばい、固まった。最悪。 OK、 固まるのは勘弁してよ。で、脅威でしょ。あとどこ、この先。あ、いたいたいた。 OK、 ここで終わりですね。あぶねー。じゃあ、はい、旗6個全部完了です。では先に進みましょう。もう少しで、ボスかな。ボスっていうか、強制戦闘のとこね、行っ
ってみましょう。下からでいいか。ちょっとこっからがね、ああ危ない。注意していかないとやられる可能性がある。いやでも意外とあれだね、成長が、あぶね、死ぬ死ぬ、成長がね結構役に立つね。うん、矢の広がり方が普通のとは全然違うんで、結構ね広範囲で敵を倒してくれてる。これはすごくやりやすいと思う。しゃ、あぶね、いくぞ。別に取らなくてよかったけどね、取らんでもよかったんだけども、一応念のためさ、取りながら行きましょう。はい、オッケー、あぶね、もうボスでしょ間違いなく。あぶね、もうさすがにね、HP60% か減ってるんで、食らえば死ぬもんね。食らえば死んじゃうので、あぶねえな。要注意で行かなきゃいけないね。危ない。やべ、やべ、やべ。危なー。あの炎に巻かれたら死ぬからね。注意しよう。もう炎に巻かれても死ぬし、クリーパーの爆発でも死ぬしで。大忙しよ。よし、やっべ、ワンパンであんな減る、減るよね。はい、でボス部屋かな。ああ、もうちょっとでボス部屋か。おい、トゲがついてるじゃん。トゲつき、やめろ。普通に行くと死ぬから。よし、いったね。オッケー、最後の最後にそういうのを隠してやがった。トゲが来るときついって。変更もね、まあきついけども、打ってすぐ横に避ければまあ倒せなくもないからね、変更の場合は。おい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 、多いな、結構多かったぞ。どうしたね、やたら来るね。いつもよりなんかロイヤルガードが多い気がする。なんか来た、よし、あぶね、完全に狙ってやがる。危ないって、危ねえ。でまだ出るからね、あと4回3回ぐらいは出てくるだろうから。あぶねえ、死ぬ死ぬ死ぬ。よし、オッケー。ちょっと気をつけていこう。ある程度ね、距離を取り出した方が良さそうだね。こっちか、もうちょいか、まだいるね。よし、終わり、まだそっちにいるんかい。うわ、来た、なんか変なエンチャだったらやばいよ。大丈夫ね。オッケー。おい、やたら食らうな。よし、オッケー。はい、やべ、それつけるなって、エンチャを、エンチャをつけるんじゃないよ。やば、食らう。よし、やばい、もったいなかったな。トゲがついてる。ちょっとやめろ。あぶねー。やばい。あぶねー。信じない。よし。オッケー。ちょっと待って。味方回復か。ちょっと回復させないと矢が使えなくなるよ。よし。やばい。あぶねー。まだ終わりじゃないでしょ。あと1回来る。だよね。やばい、ちょっと逃げ、大丈夫、逃げた、終わりでしょう。よし、来た、
はい、では旗6個全部取りでクリアですね。 HP60% 減少、きつかったな。頼むよ、報酬。それでは見てみましょう。なんだ、ちょっと待って、253じゃん。最低レベルが出やがった。というと今持ってるやつと一緒じゃない？253が一緒だ。255出てくれ。一緒のやつが出ちゃいましたね。これも、これ黄金にさ、クールダウンだったら結構強かったね。ポーションバリア、ヘルスシナジー、デスバーター。よかったよ。まあ、クールダウンついてないのがちょっと残念だね。はい。ということで、こんな感じでした。残念です。はい。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。